桁外れの悪形。野崎が地下室に監禁されて30分も経った頃、同じ家の奥座敷、かつて里見義恵と稲垣と自称する青ひげとが滞在した座敷に、2人の人物がひそひそ話をしていた。1人は平田青年、1人はまるで見覚えのない洋服姿の中年の男であったが、言うまでもなく、これが海賊青ひげである。青二歳、おとなしくしているかね。青ひげのダミ声である。物言うたびにキラキラ光る大きな眼鏡。半面を覆った異様に黒いひげ。かつての稲垣氏と全く同じ容貌である。騒いでみたところで、あいつの力で穴蔵が出られるものですか。平田青年が答える。だがまずいところへ入れたね。ちょうどあの穴蔵の上の土蔵の中に例のが寝かしてあるんだろう。ひょっと上と下で感づき合って話でもされちゃ困るんだが。なあに、大丈夫ですよ。陽子はまだよーく眠ってます。目を覚ますまでに湯殿の方へ運んでしまえば、そんな心配はありやしません。それにしても、例の漬物の樽がある。ああ、あれですか。でも、あいつもう生涯あの穴蔵を出られやしませんよ。あそこで日干しになっちゃうんです。何を見たって構うもんですか。なるほど、なるほど。君は野崎をあそこで餓死させてしまうつもりか。君も近頃いい度胸になったね。褒めちゃいけません。お前さんがついていてくださるからでさ。お前さんのそばにさえいりゃ、何をしたって大丈夫だと思っているのです。見捨てちゃ嫌ですよ。心配しないがいい。俺はね、最初君を見た時からひどく虫がついているんだよ。仲間なんか作らない俺が君だけは仲間にしたんだからね。見捨てるものかね。青ひげは気味悪く笑って、平田青年のまだ成熟しきらない華奢な肩を叩いた。ところで、いよいよ陽子も手に入れたから、今度は最後の大芝居だ。俺たちはひどく忙しくなるんだよ。49人一網ってやつですね。考えただけでもゾクゾクしますね。僕は世の中がこんな面白いものだとは知らなかったですよ。君の仲間の連中は大丈夫だろうね。大丈夫ですとも。不良少年というものはこうした仕事にはもってこいですよ。中でも僕が以前団長をしていたアウル団のやつらと来ちゃ襟抜きの腕っこきばかりですからね。感づかれるようなことはあるまいね。お前さんの正体をですか？ご安心なさい。やつらは訳を聞いたり禁酒を疑ったりしないのです。ただ命じられた通り実行する。そして間違いなく礼金をせしめりゃ、それで文句はないのです。そこが団長の権威でさ。それに、礼金が一人頭100両。悪かありませんからね。この会話の様子では、黒柳博士の想像通り、青ひげは49人の理想の娘を、しかも一挙にして誘拐せんと企んでいるのだ。なるほど、大芝居である。だが、49人もの女を一度に誘拐してどうしようというのだろう。いくら青ひげだとて、1日のうちにそれだけの人数を殺してしまう勢力なり、残虐性なりがあるだろうか。あんまり桁外れな計画ではなかろうか。また、その誘拐の手段としては、平田青年の部下であったアウルダンの不良少年どもを使う手はずらしいのだが、たとえ襟抜きの不良少年にもしろ、49人もの女をうまく誘拐することができるだろうか。あまりにも向こう水な、危険千万な企みではなかろうか。だが、悪知恵にかけては底の知れぬ青ひげのことだ。どんな奇抜な、どんな巧妙な伏案があるかわからぬ。二人はそうして長い間ボソボソと悪事の相談を続けていたが、やがて青ひげがふと気づいていった。ぼつぼつ蔵へ行ってみなけりゃなるまい。もう目を覚ます自分だ。そこで二人は立ち上がると、がらんとした空き家の中を縁側伝いに裏の土蔵の方へ出ていくのであった。ポスター美人の目。藤陽子は細い虫がうじゃうじゃと桃や乳のあたりに押し寄せてくるので、あまりの気味悪さにキャーと叫び声を立てたと思うと、それは麻酔の夢で、ちょうど悪夢から覚めた時と同じ感じにぽっかりと目を開いた。だが辺りは真っ暗闇である。一体どのくらい眠っていたのか、ここはどこなのか、さっぱり様子が知れなんだ。触ってみると、体の下はさっきまで寝ていたベッドではなくて、冷え冷えと硬い板の間である。しかも、いくつきの間掃除もしないようなひどい埃だ。その上、部屋いっぱいに何かの腐った匂いが満ちている。では、やっぱり青ひげのやつにさらわれたのかしら。この嫌な気持ちは、おそらく麻酔剤を飲まされたのであろうが、いつ飲まされたのか、どうしてこんなところへ連れてこられたのか、少しも覚えがない。それにしても、ここは一体どこだろう。暗闇の中に横たわったまま、そんなことをまじまじと考えていると、どこからともなく妙な声が聞こえてきた。そこにいるのは誰です？確かに聞き覚えのある声だ。しかし、誰ともわからない。返事をしないでいると続いて、もしや、藤陽子さんではありませんか？悪人ではないようだ。だが、うかつに返事はできぬ。声はどうやら、床の下から響いてくるらしい。してみると、ここは2階なのかしら。あなたは、どなたですの？ああ、やっぱりそうだ。あなた、陽子さんですね。僕は、黒柳博士のところの野崎ですよ。ちょうど陽子のいる土蔵の床板1枚を隔てて、例の穴蔵になっている。野崎は陽子が夢から覚めたうなり声で、そこに彼女のいることを悟り、声をかけたのである。ここは一体どこですの？私、ちっとも様子がわからないのですが。青ひげの巣窟です。あなたは奴のためにここに連れてこられたのです。そのあなたの後を追って、僕まで監禁されちゃったのです。今、僕のいるところは地下室ですよ。まあ、それじゃ私もここへ閉じ込められているんだわね。気丈な陽子は、それと聞くと、やにわに立ち上がって、まだふらふらする体でめくらめっぽうに部屋の中を駆け回った。だが、どこにも出口はなかった。いや、出口はあっても、外から錠が降りていて、女の力にはびくとも動かなんだ。失望のあまり、ぐったりと元の場所に横たわってしまった。ダメだわ。とても出られやしないわ。私、どうなるんでしょう。失望しちゃいけませんよ。ここに味方がいます。なんとか抜け出す手段を考えてみましょう。野崎の声が力づけるように言った。しかし、野崎とても別段明暗のあろうはずがないことは、陽子にも分かっていた。しばらくすると、突然部屋が明るくなった。頭の上の5色の電灯がついたのだ。陽子は誰がその電灯をつけたかというようなことは考えなんだ。ただ明るくなった嬉しさに思わず辺りを見回した。何の装飾もない、厚い壁の土蔵らしい部屋である。一方が板張りになっていて、そこにドアがついている。木口の新しいところを見ると、この板張りだけは後で作ったものらしい。つまり土蔵の中を板で仕切った形である。妙なことに、その板壁に有線会社の大きな美人画のポスターが貼り付けてある。この殺風景な部屋に、美人画というのはおかしい。しかも印刷のポスターである。陽子はポスターの美人をじっと見ていた。美人の方でも陽子を見つめている。陽子はぞっとして寝ていたのを思わず起き直った。美人の目は生きている。しかも目だけが生きているのだ。何ということもなく身構えをした。すると手が胸の硬いものに触った。短刀だ。彼女は青ひげの予告を受けてから小道具の古風な短刀を護身用に隠していた。それがまだ内懐にあったのだ。撮影所には撃てるピストルなんてないものだから。短刀があるとわかると少し気強くなった。彼女は夜会服の胸からそれを出してギラギラするやつを引き抜いた。そしてきっとポスターをにらみつけた。だが美人の目はもう生きていなかった。顔も目もすべて平凡な印刷美人でしかない。さっきのは思い違いだったのかしら。でも確かに生きた目で私の方をじろじろ見ていたように思ったのだが。ああ、まだ麻酔から冷めきらないのだ。だが、ポスターのことはともかく、今に悪人がここへやってくるだろう。こんな短刀なんか振り回したところで、とてもかなうものじゃない。結局は私も、あの里見姉妹と同じ運命なのだ。いっそ、あいつにひどい目に遭わぬ先に、この短刀で自殺してやろうかしら。彼女が短刀をひねくりながらそんなことを考えていると、カチカチとドアの鍵を回す音がした。いよいよ敵の襲来である。陽子はとっさに短刀を膝の下に隠して身構えをした。音もなくドアが開いて、二人の男が入ってきた。陽子は知らなかったけれど、青ひげと平田青年である。危ないおもちゃをこちらへお出しなさい。年長の男が彼女に近づいて、片手を前に出した。あなたは誰です。陽子は気丈に聞き返した。君のよく知っている男です。それはともかく、そのおもちゃをこちらへお渡しなさい。おもちゃなんてありませんわ。はははは。隠したってダメです。さっきいじくっていた短刀をお出しなさい。男は執拗に迫ってきた。彼は見もしない担当のことをどうして知っているのだろう。ああ、わかったわかった。ポスター美人の目は本当に生きていたのだ。美人の目のところに仕掛けをして、外から覗くようになっていたのだ。用心深い青ひげは、一応相手に気づかれぬよう室内を覗いておいてから、犠牲者に近づくことにしていたのだ。この部屋で幾人の女がポスター美人の目に驚かされたことであろう。このお嬢さん、なかなか手強そうだね。青ひげは平田青年を顧みて苦笑したが、ではこうして。と言いながら、陽子を抱きすくめようと飛びかかってきた。それを見ると、陽子は素早く短刀を握って飛びのいた。それからしばらくの間、猫とネズミの残酷な追いかけっこが始まった。相手は二人だ。陽子の叶う道理がない。青ひげにしては面白半分の遊戯なのだ。それが証拠に、平田青年は手出しもしないで、入り口のところに立ったまま笑って見物している。だがその時、突如として実に異様な物音が起こった。ガタンという何かが落ちた音。続いてギャッというような、何とも形容のできないものすごい叫び声。それを聞くと、追いかけっこの二人が思わずぞっとして立ちすくんでしまったほどである。その叫び声は地下室から響いてきた。地下室といえば野崎青年の監禁されているところだ。では野崎の方にも何か異常が起こったのであろうか。我々は再び地下室に目を転じてみなければならぬ。滴る血潮。野崎は闇の中で頭の上の陽子と言葉を交わした。しばらくすると陽子の部屋と同時に地下室にも5色の電灯がついた。スイッチが共通なのであろう。それからまたしばらくして陽子の部屋に何者かが入ってきた様子。彼らと陽子との会話。つまり前章に記した出来事を彼はすべて聞いていたのである。やがて追いかけっこが始まった。ドタバタという足音。陽子が危ない。助けなければならぬ。だが助ける方法がないのだ。彼は地下室の中を駆け回った。最後には少しでも上の部屋に近づく意味でか、愚かにも例の漬物の樽の上に乗って、天井に向かって手を伸ばした。何の効果もない、バカバカしい仕草である。しかし、彼のこの仕草が、図らずもこの事件について、ある重大な結果をもたらしたことが後で分かった。それはともかく、彼の乗った樽は、蓋が完全に閉まっていなかったと見えて、その上で手を伸ばしているうちに、体の重みで一方の隅がめり込んで、片足が樽の中へズブズブと入っていった。はっと立ち直ろうとしたが、遅かった。彼は足を踏み込んだまま、樽と一緒にどっと転がってしまった。足を抜くと蓋が取れて、ドロドロと中身が流れ出してくる。塩の溶けたものだ。塩の中に固形物がある。それが大根やナスではない、もっと他のものだ。そんな際にもあまり変なので、彼はその漬物を手に取ってみた。だが取ったかと思うと、ポイッと放り出した。そして、前章にも記した、ギャッという不気味な叫び声を発した。そのぬるぬるした固形物に、5本の指がついていたからである。腐りかけた人間の片腕の他のものではなかったからである。よく見ると足がある。腹綿がある。髪の毛がある。もう叫び声を立てるようなことはしなかったが、彼は吐きそうになって部屋の隅へ飛び抜いた。バラバラに切断した人体の塩漬けだ。他の樽も同じものに相違ない。5人の犠牲者がこの地下室に漬物にされているのだ。平田青年がお友達がいると言ったのは、この塩漬けの女どもを指したのであろう。なんというお友達だ。思い当たることがある。かつて黒柳博士は、里見芳恵以前にも青ひげの餌食となった婦人があるに相違ないと言った。そして波越警部に勧めて、家出女の身元を調べさせた。博士の推察は的中したのだ。だが、その時上の部屋では騒ぎが大きくなっていた。バタンと人の倒れる音。うーむといううなり声。わっという悲鳴。バタバタと死に物狂いの足音。そして、突然静かになってしまった。不気味な静寂の数秒間。ぽとり。聞き耳を立てている野崎の方へ、天井から何か落ちたものがある。それが涙みたいに頬を伝って顎へ。手でこすると指が真っ赤に染まった。血だ。思わず見上げた天井の板の隙間から血潮がにじみ出している。みるみるそれが大きくなっていく。そして、ポトポトポト、赤いうてきとなって急潮子に滴ってくる。陽子さん！野崎ははっとして頓狂な声を立てた。ああ、とうとうやられてしまった。人気女優藤陽子の最後だ。この生温かい血潮は、イクマンの恋人を持つあの張り切った美しい肉体からほとばしっているのだ。野崎はそう信じきってしまった。そして、みすみす知りながら助けることもできなかった我が身の不甲斐なさを恥じた。だが、果たして藤陽子は殺されてしまったのであろうか。深夜の電話。黒柳博士を見送った波越警部は、撮影所長警視の勧めで部下の刑事と共に同氏の家に泊まることにした。今更賊のタイヤの跡を追ってみたところで、とても好結果を得ることは難しいし、それに夜も更け、一同の疲労もひどかったので、取り調べは朝のことにして、ひとまず真についたのである。ところが、その夜の3時ごろ、警視艇の電話のベルがけたたましく鳴り出した。電話の主は女で、警視にすぐ電話口へ出てくれとのことであった。警視が受話器を取ると、警先生ですか？私、陽子です。藤井陽子の声である。陽子さんか！心配していた！無事か！どこにいるんだ！警視は慌てて怒鳴り返した。その声に波越警部が床を蹴って起きてきた。そこで2人が受話器を奪い合わんばかりにして陽子の報告を聞いた。陽子は読者の知っている顛末を手っ取り早く報告した後で、さのように付け加えた。その地下室の叫び声にあいつが気を取られている隙に、私目をつむって短刀を持ったまま相手にぶつかっていったのです。どこをついたかわかりません。ともかくあいつは、あっと言って倒れました。若い男がびっくりしてうろたえている隙に、私は開いたドアのところからめくらめっぽを逃げ出しました。どこをどう通ったのか、守備よく表に出ました。無論若い男が追いかけてきましたけれど、表へ出たらもう大丈夫です。大きな声を出して走ったものですから、相手は恐れて引き返してしまいました。ここは、麹島地区慶長の自動電話です。その空き家から5、6丁しか離れていません。すぐおいでください。賊は傷ついてあの家に倒れています。それに、野崎さんが地下室に監禁されていらっしゃるのです。早く助けてあげてください。私はこれから東京駅のホテルへ行ってお待ちしていますから。ああ、賊は痛手に身動きもならず土蔵の中にうめいているのだ。なんということだ。黒柳博士、波越警部をはじめ、全警察を愚弄し、全市民を戦慄せしめた凶賊。ついに一女優の選手に倒れたのだ。藤陽子の大手柄だ。その手柄をさせた者が野崎の叫び声であったとすれば、彼が漬物樽の上に乗った愚かな仕草も決して無駄ではなかった。彼が陽子の血潮だと信じきっていたのはその実、青ひげが流したものだった。波越警部はすぐさま警視庁へ電話をかけ、陽子から聞いた麹町 R 町の空き家へ手配をするように頼んでおいて、自分も部下と共に警視の自動車で現場に急行した。警視の自動車はとっくに故障が治っていた。車は深夜の京浜国道を矢のように走った。冷たい風が快く警部たちの耳になった。走れ、走れ。凶賊逮捕の勇ましい門出だ。今度こそ間違いはない。奴は傷ついているのだ。身動きもできないのだ。どこに青ひげを入院させる病院がある。たとえ一時その空き家から逃れることができたとて、病院なり医者なりから足がつく。千に一つ彼に逃れる見込みはない。ああ、とうとう青ひげの顔が見られる。待ちに待った時が来た。波越警部は、焦がれた恋人に会いにでも行く人のように、走る自動車ももどかしく、ただもうワクワクと胸を躍らせていた。失望した波越警部。警部は数名の部下と共に自動車を飛ばして問題の空き家に駆けつけた。慶長からだから、急ぎに急いでも50分はかかった。ついてみると、空き家の前にはすでに2人の制服巡査が物々しく立ち番していた。捕まえましたか？波越警部は車を飛び降りると、立番巡査に声をかけた。ダメです。ずらかったようです。しかし、まだ屋内捜索中ですが。ずらかったって。だが君、奴はひどく負傷していたはずなんだよ。言い捨てて警部は門内へ駆け込んでいったが、玄関を上がると奥から出てきた警視庁の同僚 M 警部補にぶつかった。おお、波越さん。どうも不思議です。あれほど出血した犯人がどうして逃げ出すことができたか。M 警部補が叫んだ。ほう、そんなにひどい出血かね。で、付近の医者を調べさせてみましたか。麹町署の優君に一通り電話をかけてもらいましたが、麹町区内の外科病院では、奴らしい負傷者を収容したところは一件もないのです。共犯者が自動車で区外に運んだとしか考えられませんね。そこへ奥の方から、気違いのように服装を取り乱した青ざめた青年がよろよろと出てきた。野崎さんじゃないか。波越氏が驚いて呼びかけた。ああ、波越さん。残念です。また逃がしてしまいました。藤陽子から電話で大体のことは聞きました。君はひどい目にあったのですね。だが賊の巣窟を突き止めたのは大手柄でしたよ。うっかり深入りしたのが失敗でした。この家を突き止めてすぐあなたに報告すればよかったのです。と野崎三郎は全書に記した事実、死体塩漬けの5つの樽のこと、陽子との会話のこと、天井の血潮のことなどをかいつまんで説明した。で僕はてっきり陽子さんがやられたものと見込み、とにかく地下室を抜け出さねばならぬと、その辺にあった棒切れで入り口の厚い板戸をめちゃくちゃに叩き続けていたのです。その音が警察の方々の耳に入って、僕はやっと助け出されたわけでした。浪越氏はこの驚くべき報告を熱心に聞き取った。ことに5つの漬物樽の話には異様なうめき声をさえ発した。賊の遺留品というようなものは、浪越氏が M 警部補に尋ねた。それが皆無なんです。実に用心深いやつだ。しかし一応あなたも現場を見ておいてください。そこで改めて浪越警部が先頭に立って、部屋から部屋へと綿密な検査が行われた。ことに凶行のあった土蔵とその地下室は入念に取り調べられたが、賊の身柄を説明するような遺留品は何一品発見されなかった。異国風の怪人物。それから1週間ばかり何事もなく経過した。賊の手がかりは皆無であった。市内のどの病院にも彼らしい患者は発見されなかった。青ひげはまだ生きているのか、もしや死んでしまったのではないか、それさえ曖昧だった。ある新聞は青ひげの死をまことしやかに報じさえした。だが、もし死んだとすれば、彼の死体はどこにあるのか。共犯者平田青年はどうしたのか。それは真っ暗な謎であった。問題の空き家の持ち主が調べられたことは申すまでもない。調べた結果、その家はある信託会社の管理していたもので、委託者の住所姓名は分かっていたが、そこへ行ってみると、委託者の家そのものがすでに空き家になっていた。信託会社でも今更驚くという始末だった。樽漬けの5つの死体の身元調べも行われた。腐りただれた肉体の他には着物の切れっ端さえなかったので、鑑別が非常に困難だったけれど、義手とかヘアピンとかわずかの手がかりによって、かつて黒柳博士の指摘した家出娘のうちの5人に一致することを確かめ、それぞれ親元へ死体を引き渡すことができた。黒柳博士は足の傷のためにその1週間ばかり訪客を避けて寝室に引きこもっていたが、やっと元気を回復して、野崎助手や浪越警部や藤陽子などの見舞いを受けるようになった。だが、まだベッドを離れることはできず、青ざめた顔でやっと見舞いの礼を述べる程度で、雲男捜索の相談などは思いもよらなかった。そのようなある日のこと。黒柳邸の門前を一人の妙な男がうろうろしていた。爪襟の麻の白服に白靴、真っ白なヘルメット帽、見慣れぬ形のステッキ、帽子の下からは鼻の高い日に焼けた顔、指には一寸も幅のある大きな異国風の指輪、それに大豆ほどの石がキラキラと光っている。背が高くて足の格好が良いので、ちょっと見るとアフリカかインドの植民地で見る英国紳士のようでもあるし、また欧州に住み慣れたインド紳士といった感じもするが、その実、日本人であることは間違いない。今しがた通りがかりの郵便婦に、この家は有名な犯罪学者の黒柳さんのお住まいですか？とはっきり日本語で尋ねたほどだから。彼はしかし博士を訪問するつもりはないらしく、門標を眺めたり、ちょっと門内を覗き込んだり、何か人待ち顔にその辺をうろうろしているばかりだ。しばらくすると、邸内から書生が出てきた。どこかへ使いに行くのであろう。君、ちょっと頼まれてくれませんか。白服の紳士が声をかけた。ここに野崎三郎という人が来ているでしょ。友達が表に待っているからと言って、ちょっとここへ呼んでくれませんか。書生は怪訝な顔をしたが、相手の身なりや態度に圧倒された感じで、変な伝言を伝えるために玄関の方へ引き返していった。と間もなく、野崎助手が書生と一緒に門のところへやってきた。この方です。書生はそう野崎に言っておいて、さっさと使いに出て行った。もしや、人違いではありませんか。僕が野崎ですけれど。野崎は待ち受けていた紳士を見ると、変な顔をして尋ねた。全く見知らぬ人物であったからだ。突然失礼しました。決して人違いではありません。僕はね。紳士はそこまで言うと、いきなり野崎のそば近く寄って、口を耳につけんばかりにして何かボソボソと囁いた。え？あなたが？日本にはいらっしゃらないと聞いていましたが。野崎助手は目を見張って聞き返した。最近帰ったばかりです。東京へは今朝着いたのです。しかし、僕は一つのことを思い立つと、その日のうちにすっかり型をつけてしまいたい病でしてね。で、あなたに実はちょっとお願いがあるのですが。と今度は5分間ばかり内密話を続けた。聞くに従って、野崎青年の顔に驚愕の表情が浮かんできた。そして、それが非常な速度で拡大していった。紳士はポケットから小さな瓶を取り出して野崎に渡し、絶対に悟られぬように。わかりましたか？と繰り返し念を押しておいて、別れを告げると、向こうの街角に待たせてあった自動車の方へ大股に歩いていった。後に残った野崎助手は見るも哀れなありさまであった。顔は青ざめ、息遣いは荒く、玄関の方へ戻る足取りもよろよろして、今にも倒れそうに見えた。彼は応接室と書斎等を通って、黒柳博士の寝室のドアまでたどり着いた。そして、そこで立ち止まってしまった。青ざめた額にびっしょり汗の玉が浮かんでいる。彼は喉に詰まった痰を切るために軽く咳払いをした。ハンカチを出して額をこすった。それから顔の筋肉を無理に動かして、ニヤッと笑ってみた。だが、それは決して明るい笑いにはならなかった。まるで断末魔の死人の笑いであった。さて、彼はやっとドアのノッブに手をかけた。そしてまるで泥棒のように1分間もかかってようやく体を入れるだけそれを開いた。彼は一体、黒柳博士に何を告げようとするのであろう。刑事部長の旧友。ちょうどその頃、警視庁の総監室では、雲男逮捕に関する密議が開かれていた。たった一人の雲男は、各新聞社の社会部をかなえのごとく湧き立たせ、日々の社会面の大半を彼自身の記事で埋めさせた。したがって、帝都300万の住民は、寄ると触ると雲男の噂である。彼らは、かつて経験した大地震よりも、あらゆる天災地変よりも、たった一人の雲男に恐れおののいた。警察無能の声は、不吉な地鳴りのように帝都に弥漫した。在野政党は得たり賢しと、これを政府攻撃の方便とし、雲男の名前は閣議の席上、国務大臣の口にすら上るに至った。昨夜僕はある席上で内務大臣に会ったが、大臣もこの事件についてはだいぶ頭を悩ましておられる。それとなく注意を受けて僕は返答に困った。ぐずぐずしてはいられない。もはや単なる犯罪事件ではなくして一個の政治問題であると言ってもよい。僕らはここの全ての機関をこの事件に集中し、草の根を分けても憎むべき凶賊を逮捕しなければならんのです。赤松警視総監はこう言って、前の大デスクをドンと叩いた。そのデスクを取り囲んで、刑事部長をはじめ各課長、特に知能犯係長、当面の責任者浪越警部など、数名の首脳者が10面を作って控えていた。一番辛いのは浪越警部である。彼は寝不足のために充血した目を無念に見開いて、雲男追跡の経過を逐一説明した。不詳ながら、私としては全力を尽くしたつもりでございます。いや、私ばかりではありません。民間の名探偵と言われる黒柳博士も、事件最初の発見者という立場から、寝食を忘れて活動してくれました。しかも、あの犯罪学者が、ことごとに犯人のために出し抜かれているのです。それを聞くと赤松総監はちょっと眉をしかめて。君は民間の一犯罪学者に責任を転嫁しようとするのかね？と不快らしく言った。浪越警部は言われてみれば一言もなかった。一座が白け渡った。いや。責任問題を論じている場合ではありません。刑事部長の王氏が助け舟を出した。責任は責任として、我々は今賊の逮捕について最善の手段を研究しなければなりません。はあ、それにしても、こんな時思い出されるのはあの男です。総監はご存知ありますまいが、我々の旧友に明智小五郎という鬼人がありました。浪越君、君は覚えているかね？僕が捜査課長をやっていた時分、百貨店のマネキン人形に女の生腕がぶら下がっていた事件があった。犯人は奇怪な一寸法師だったが、君は、あの事件に関係しなかったかしら。覚えています。名探偵でしたな。明智小五郎という人物は。浪越氏は懐古的になって。あれは明智氏が取り扱った最後の事件でした。その後また、あの人は外国へ行ってしまいました。何でもシナからインドの方へ旅をしていると聞きましたが、あれからもう3年にもなるでしょうか。一座には明智小五郎を記憶している人が多かったので、自然彼の思い出話が弾んだ。ある人は、今明智小五郎が日本にいたら、何の苦もなく雲男を逮捕することができたに違いないとまで極言した。赤松総監さえ、明智という鬼人の噂に興味を持って、何かと口を挟んだ。そんなわけで肝心の会議の方は一時お留守になったが、一通り回顧団が行き渡ると、刑事部長の注意で再び真面目な協議が進められた。しばらくすると、球児が一枚の名刺を持って次の間から入ってきた。このお方が王さんにお目にかかりたいと申しておられます。刑事部長王氏はめんどくさそうに名刺を受け取ったが、ちょっとそれを眺めると非常に驚いた様子で、これは不思議だ。これは不思議だ。とつぶやいた。鑑識課長が不審そうに尋ねた。いや、誰でもない。たった今噂をしていた明智小五郎君が、ここへやってきたのです。王氏はそう言って、名刺を総監の方に向けてデスクの上に置いた。それには印刷した名前の横に鉛筆の走り書きで、いわゆる雲男事件に関し、と記してあった。いっそ、明智君をここへ呼んでみてはどうでしょう。何か意見を持っているかもしれません。王氏は総監の顔を見て言った。それもよかろう。諸君がそれほど信頼する人物なれば。総監は明智という男に興味があった。それに彼は政党出身のざっくばらんな政治家であった。その方をここへ案内したまえ。刑事部長が給仕に命じた。ずば抜けた欺瞞。やがて爪襟の白服に白靴の日本人離れのした明智小五郎の姿が総監室のドアを開いて入ってきた。いやあ、明智くん、しばらく。いつお帰りでした。王氏が立って行って旧友の肩を叩いて挨拶した。今朝東京へ着いたばかりです。しかし新聞記事で今度の事件のあらましを承知しております。明智小五郎はそう答えて総監室の主人に向き直り正しく会釈した。一座の人々の簡単な引き合わせが済むと王氏は早速要件に取り掛かった。ところで。君はこの事件について何か意見を持ってこられたのでしょうね。実は今総監などとそのことについて協議をしているところなんです。ご参考くらいにはなるかと思います。しかし私の材料は新聞記事によっているのですから、重大な思い違いがないとも限りません。それに確かなことを申し上げるまでには少し時間もありますから、ここで波越さんに 2、3 質問させていただきたいと思うのですが。時間が問題なのですか？王氏は不審らしく聞き返した。ええ、ほんの 2、30 分お待ちくださればよいのです。それまでは断定的なことは申し上げられません。何を待つのです？ある人からの電話を待つのです。実は、ここの刑事部長室へ電話をかけてくれる手はずになっているのです。面白い。では我々も待ちましょう。どうぞ遠慮なく波越君に質問してください。警視総監は、明智の異様なものの言い方を面白がって、非常に打ち解けた態度をとった。明智の明快な質問に応じて、波越氏はさすがにテキパキと答えていった。里見芳恵の石膏像事件、同じく絹枝の水族館事件、藤陽子の映画滑血事件、同じく王朝のロケーション中の誘拐未遂事件、同じくK撮影所内誘拐未遂事件、同じくK氏宅の人形置き換え事件、麹町区 R 町空き家内の珍事等々等。やがて明智小五郎は蜘蛛男に関する一切を明確に把握することができた。波越氏は49人の殺人候補者の住所を記した東京地図のことも話した。また、K氏宅で書き留めた人形置き換え前後の同室者の表も手帳の間から取り出して示した。この事件は、最初から怪談に満ちております。人知では解きがたき、不可思議が続出しております。明智は警視庁のお歴々を前にして、アメリカ人のように快活に彼の意見を語り始めた。例えば、平田東一はいかにして博士邸から姿を消したか。賊の予告状がどうして密閉された部屋や、波越警部の帽子の中に存在し得たか。王朝のロケーションでは、俳優に変装した賊が、いつの間に自動車から消え失せたか。白髪の老いに化けた賊が、どうしてダークステージを抜け出すことができたか。絶えず見張りのついている室内で、いかにして藤陽子が人形に変わってしまったか。最後に、傷ついた賊がどうしてあんなにも完全に姿をくらますことができたか。これらはすべてありうべからざる事柄のように思われるではありませんか。明智はちょっと言葉を切って考えをまとめていたが、皮肉な微笑を浮かべて続ける。我々は怪談を認めることはできません。摩訶不思議を信ずるわけにはいきません。このようにありうべからざる事柄は存在しないのです。もしそのように見える出来事があったならば、その裏には必ず手品師の巧みな欺瞞が隠されていなければなりません。警察の方々は、ちょっとした欺瞞に慣れていらっしゃる。しかし、ずば抜けて大きな欺瞞になると、かえって目に入らぬものです。例えば、船室の中で、荷物の揺れるのは見えるけれど、船そのものの動揺は、見ることができないようなものです。今度の事件の欺瞞は思い切り大胆で、開けっぱなしで、しかもその技巧はバカバカしいほど単純なものでありました。それゆえ、かえって物慣れた、犯罪タコの入ったあなた方を欺くことができたのです。まさかそんなバカなことがと。それについて考えてみないからです。もし、警視総監が、例えばピストル強盗であったとしても、誰がそれを疑いましょうか。この無作法な比喩には、さすが来諾な赤松氏もあっけに取られ、思わず口を挟んだ。おやおや、君は一体全体何を言おうとしていられるのか。凶賊が同時に名探偵である場合を言っているのです。これほど単純で、しかも安全な欺瞞はないのだと申し上げたいのです。すると君は。一座の視線が明智の顔面に集中した。彼があまりにも驚くべき意見を吐こうとしていたからである。無論、ご想像の通りです。私はそれをほとんど信じております。しかし、まだ断言はできません。ああ、失礼ですが、その電話は私にかかってきたのではありませんか？ベルが鳴って、総監自身受話器を取っていた。何？刑事部長に？そうじゃない、明智さんに？どれから？総監が航海士に確かめているのを、明智はもどかしそうに。わかりました。先ほどお話しした私への電話です。どうかその受話器を。と言ってデスクに近寄り、総監の手からそれを受け取った。野崎さんですか？私、明智です。さっきの2つのことを分かりましたか？うん。腹部に。それから？ああ、足は別状ない。で、先方に悟られるようなことはなかったでしょうね。大丈夫ですか？では、すぐそちらへ参ります。あなたは、よく見張っていてください。異常があったら、こちらへ電話をしてください。では、後ほど。カッチャリ。受話器をかけた明智は、デスクに白服の長い両手をついて、一同を見回しながら、はっきりした口調で報告した。皆さん、もう一点の疑いもありません。私の想像は、的中しました。欺瞞の数々。しかし、一同にはまだ本当の意味が飲み込めなんだ。総監をはじめ、特に波越警部は固唾を飲んで明智の説明を待った。説明するまでもないことですが、まず、こういう点を考えてみてください。明智が始めた。王朝のロケーションで、賊が、藤陽子を自動車に乗せて逃げた。波越さんがそれを追跡なすった。ある地点で、賊の姿はかき消すごとくなくなってしまった。これは、不可能な事柄です。しかし、この場合、賊の代理を務め得た人物が、たった一人あります。また、警視のお宅で藤陽子がベッドに寝ていたのがいつの間にか人形に変わった。波越さんの表を見ると、一度も見張りのついていなかったことはない。いつの瞬間にも二人以上の人が付き添っていた。しかし、看護婦を立ち去らせてからは、波越さんと黒柳博士の二人になり、交代で開花の洗面所へ降りられたのですから、その間に限って、付き添い人は、波越さんか黒柳博士か、どちらか一人だけになった。疑えば、この一人になった時を疑うほかはありません。その一人が窓から縄ばしごを下ろしてやれば、相棒が陽子さんを連れ出しに登ってくるのはわけないことです。だが、波越さんは雲男ではありえない。とすると、後にはたった一人の人物が残ります。賊の予告状にしても同じことです。密閉された部屋の中にどうしてそれを置くことができたか。発見者自身があらかじめそれを机の上に置いて、それから部屋を密閉したと逆に考えるほかは全く不可能な事柄ではありませんか。この考え方は、今度の事件の全ての出来事に応用することができます。いちいち私が説明するまでもないことです。あらゆる場合、そこにはたった一人の人物がいた。そしてそれを行い得た者はその人物の他にはなかったと考えることはできないでしょうか。その人物とは言うまでもなく黒柳博士その人であります。ではあの人は自分で犯した罪を自分で探偵していた、自分を自分で追いかけていたというのですね。刑事部長王氏が困ったような顔をしてややこしい言い方をした。一座はどっとどよめいた。形容しがたき不思議な笑い声が総監室にあふれた。滑稽です。非常な錯誤や思い切ったトリックはいつも滑稽なものです。だが、なんという戦慄すべき滑稽でありましょう。明智が一同の笑いを抑えていった。しかし、私には理解のできない点があります。波越警部は一人笑わないで抗弁した。黒柳博士は世間でも知っている義足の不具者です。ところが、賊は韋駄天のように走りました。さあ、そこです。そこに前代未聞の巧妙な欺瞞があるのです。世間は彼を不具と信じている。彼の方でもできるだけ義足を見せびらかすようにした。彼が対談中、義足をコツコツ言わせる癖は有名なものです。これが義足の不意調でなくて何でしょう。そうしておいて、彼は一方では犯罪学者、素人探偵としての名声を高めることに努め、他の一方では、その名声を保護色にして、あらゆる悪事を働いていたのです。犯罪学探偵学の研鑽は、同時に、犯罪そのものの研鑽ではありませんか。名探偵の頭脳で悪事を働けば必ず大犯罪者となることができます。数年もの間どうしてそんな欺瞞を続けることができたでしょう。強烈な精神力です。恐るべき天才です。しかしその大犯罪者も今こそ我々の手中のものとなりました。彼は自宅の寝室で、昏々として不自然な眠りに陥っているのです。数時間の間は絶対に覚めることのない眠りに陥っているのです。なるほど、なるほど。それで明智が犯人逮捕を急がぬ理由が分かった。もう一つお尋ねしたいことがあります。波越氏はさらに追及する。黒柳氏は今度の事件で私と行動を共にしたほかは、ほとんど終日書斎に閉じこもってめったに外出しない人でした。これは博士邸の召使いたちも野崎もよく知っている事実です。しかるに雲男は絶えず書房を飛び回っていた。そうでなくてはあれだけの悪事を働くことはできません。一例を言いますと、雲男は里見絹江の死体を運んで江ノ島へ行ったことがあります。ところが野崎くんの話では、その夜黒柳氏は浴室からといっても博士の瞑想室なのですが、一歩も外に出なかったと言います。あなたはこの点をどう解釈なさるのでしょうか。その浴室のことも私は新聞で読みました。実を言うと私の推理はこの不思議な浴室が出発点になっていると言ってもよいのです。博士はそこを彼の夢殿と称しているようですが、いかにも一世の名探偵にふさわしい思いつきです。素敵もないカムフラージュです。彼はその巧みな口実で、浴室に鍵をかけて、入浴中の健全な両足を他人に見せまいとしたのです。と同時に、彼のいわゆる夢殿には、もう一つの、もっと重大な意味がありました。明智は一方の壁にかけてあった大型の東京地図を眺めながら、ここに明細な東京市地図がありますね。しかし、こうして目の先へ地図をかけておいても、我々はある未知の町名番地を調べる時のほかはあまり利用しない。すでに知っている町について、地図の上でもう一度その正確な位置を確かめるというようなことは、誰もやってみないものです。ところが、場合によってはそれが我々にとって非常に必要なことがあります。例えば、黒柳博士邸の麹島地区 G 町と問題の空き家のある麹島地区 R 町との関係のごときは、どうしても地図によってでなければその正確な意味がわかりません。僕は新聞記事で博士邸と例の空き家との町名を知り、それが同じ区内のあまり遠くない場所であることを確かめ、はてな、ここに何か特別の意味があるのではないかと疑ってみたのです。東京駅で下車すると、売店で東京地図を買い求め、待合室でそれを広げて G 町と R 町との関係を調べました。ご承知の通り、この2つの町は N 町を中に挟んで背中合わせに並行しています。 G 町から R 町へ行くには N 町を通ってぐるっと一回りしなければなりません。道のりにして4、5町もありましょう。この4、5町という観念が錯覚のもとなのです。誰しも G 町と R 町は4、5町も隔たっていると思い込んでしまうのです。しかるに、地図によって正確に調べてみますと、2つの町はある地点では4、5町どころか一尺も一寸も離れてはいない。つまり、全く相接しているということがわかります。ご覧なさい。これです。明智が指さす箇所を見ると、彼の言う通り、ちょうど博士邸のあたりで、G 町が凸字型に R 町の方へ細く出張って、裏側から R 町に接している地点がある。真ん中の N 町が、そこでちょっと中断された形だ。これはおそらく、昔町名を定めた時、今黒柳博士の住んでいる屋敷が奥行き深く他の屋敷よりも後方へ突出していたために、一つ屋敷に二つの町名をつけるわけにもいかず、こんな不規則な形の町が出来上がったものでありましょう。つまり、博士邸の裏庭は細長く飛び出してR 町のある家の裏に接していることになります。僕はその R 町の家がどれだかを確かめるために、駅からまっすぐにそこへ行ってみました。すると、果たして僕の想像が的中したのです。その博士邸と背中合わせに接している家というのが、問題の空き家に他ならぬことが分かりました。聞き手の一同は、今日東京へ着いたばかりの明智の微細な、しかも素早い観察に簡単な声を上げた。とすると、黒柳氏がもし例の空き家の隠れた家主であったならば、博士邸から空き家への秘密の通路を作ることは至極容易であります。それはあるいは地下道かもしれません。今に調べてみればわかることです。つまり犯人は邸内に蟄居すると見せかけておいて、裏の空き家から自由自在に外出し、千変万化の悪行を働いていたわけです。その秘密の通路の関所として、犯人は特別の浴室を作り、夢殿などと称して、数時間もそこに閉じこもる口実を暗出したのです。そして彼は、昼間はその浴室から、夜は寝室から、秘密の通路を通って、R町の空き家へ出て行きました。玄関から浴室へ室内電話が引いてあって、休養の時は、書生がそれで主人に告げる仕掛けになっているそうですが、僕が想像するのに、その電線は、浴室からさらに例の空き家まで伸びていて、犯人は空き家で悪事を行いながら、浴室からのように書生に答えたり命じたりしていたのかもしれません。もし僕が犯人であったら、そうするに違いないのです。こう考えてきますと、例えば平田青年の不意の消失についても造作なく解釈がつきます。平田はあの時博士邸内をさまよい歩いているうちに偶然隠し戸を発見して秘密の通路を見たのかもしれません。あるいは何か犯人の見られたくない変装道具といったような品を見たのかもしれません。おそらくそれが鋭敏な不良青年をびっくりさせ、あの奇妙な強制を立てさせたのでしょう。博士はそれと悟ると、一人でそこへ駆けつけ平田の自由を奪い、隠し戸の中へ閉じ込めてしまったのです。そして後からゆるゆると理を解いて、彼を腹心の配下にしたのでしょう。さて、空き家の秘密を確かめると、僕は再び博士邸に引き返し、野崎助手を門外へ呼び出して、僕の名を明かし、僕の考えを説明して、博士と青ひげとが同一人であることを確証するための一つの策を授けました。というのは、僕の用意していた麻酔薬の瓶を野崎くんに与え、それをそっと病床の博士の飲み物に混ぜ、博士が眠っている隙に義足の真偽を確かめてもらうことにしたのです。いや、義足ばかりではありません。もっと明白な事実があった。黒柳氏がもし単に黒柳氏であるならば、彼の傷は足にあるはずです。しかし、彼がもし青ひげと同一人物ならば、傷は足よりも腹部か胸にあるはずです。なぜと言って、藤陽子は例の空き家で青ひげの胸をめがけて担当を刺したと語っているのですから。僕は野崎くんからの知らせをここで待つ手はずにしました。そして今この電話でその重大な報告を聞いたのです。想像にたがわず、黒柳博士は本当の義足ではなく、ただ義足の形を模した道具を健全な足の上からかぶせていたに過ぎないこと。また、博士の腹部に担当の突き傷のあることが明らかになりました。すなわち、天下を騒がせた雲男は名探偵黒柳博士その人に他ならぬことがはっきりと証明されたわけです。